まあ、この辺から含め徐々にいい意味で便利になりつつあるということをよく聞きます。毎年高速道路があと何年かでできるとか、はいはい、まあまあやってるけど、それは何年っていうのは分からへんけどね。実際途中で止めたり動いたり、そうですよね、大統領変わるたびに止まります。環境を守りたい、人間環境ね、はいはい、この自然環境っていうのはものを守らないとやっぱり居心地悪なのね、はい、だからそんなこと僕は欲してないので、やっぱりいつまでもこの素敵な環境、美味しい空気吸いながら地下水も安全、ね、ほんで爆発的に人を増やすとかそういうイメージではなくね、やっぱこの自然の中に暮らしたい、はい、そうですね、はい、でそれで行って20分走ればね、そこそこの街があってスーパーも全部あるわけやから、病院から何からね、全てが整ってるんで、そういう生活環境インフラっていうのがきちっとしているにもかかわらず、割と随一のやっぱり自然環境っていうから素晴らしい、ね、特に魚介、海がいい、ね、海流も早いしね、沖の方でね、だからもう魚介類がいろんな、もうキンメなんかもうほんと毎週食べてるし、この日本でクエとかキンメ、ね、ハタって言われる高級魚がものすごいチープ安価で手に入るっていうことも、まあ、魅力やし、ね、やっぱり魚介類って言ったらさ、まあ、朝昼晩食べる人ならね、やっぱり一食は、ね、お魚焼いてみたらとか煮つけてみたらっていうのがね、日本人としてある、そんなイメージやからね。だから本当に素敵なところですよ。やっぱり月に月額20万円もあれば絶対夫婦でやっていけるからね、やっぱり、まあ、その代わりあの家持ってますとかね、あそういうような感じね、あだから僕はどっちか言ったら西部っていうのはね、シニアの街というかな、はい、街づくりをやっぱりシニア層に向けて発信していきたいね。だからこうしっとりと落ち着いたあの夫婦ね、あまあ老人であってもね、お年寄りであってもやっぱり手をつなぎながらいつまでも歩き続けることができるような、ね、そういうやっぱり環境をやっぱり目指していますというかね、守り続けたいからね、そんなイメージですよ。なんか2人でおじいちゃんになって将棋さしてそう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 、しばらく将棋やってないです。お前やろうか、あやろうか、やろうかって言ったらめちゃめちゃ強いから、もう嫌になってくれるね。最後一勝いっぱい終わる。いやいや、でもまあね、はい、いや本当そうだね、はいはい、では続きに、はい、さあそれでは続きまして、はい、質問です。日本の農業が世界と比べて 2,30 年以上遅れていると、はい、まあ、すごい過保護、はいはい、まあね、行政の過保護があったわけで、今欧米の方が農薬が非常に少ないと、うん、ヨーロッパなんか20分の1ぐらい、アメリカでも数分の1にもかかわらず、日本よりも安価なものが、まあ、どんどん日本に入ってこようとしていると。こんな中、日本の農業がどんどん出遅れてる、すごいアナログチックすぎて対応できなくなってるにもかかわらずですね、みんなだんだん健康志向にやっぱり、はい、なってきてくれてる。ほんで、はい、今から農業を始めたいっていう人もよく聞くし、僕の周りもやってて、うちのサロンでもそういう農業チームを作って、うん、ハッピーライフをこのサロン生向けに安全なもの、うん、食を届けるようにしようと思ってるんですが、はい、その個人的に農業を今から始めるときに、はい、何に注意したらいいかとか、農業でやっていけるのだろうか、うん、日本の農業の行く末に不安があると。でうちはまあサロンで、めちゃくちゃでかいサロンにして、この中で安全なものが届くような仕組み作ろうと思ってるんだけど、やっぱり無農薬なものは農薬のものに比べてやっぱり 1.数倍とか2倍とかね、高いね、やっぱりしますから、その中でもでも少なくとも自分と周りの人らだけでもって農業やろうと思ってる人がいてはんねんけど、はい、丸尾さん的にどうですかね、この辺。僕は非常に難しいんでね、うん、はい、僕はね、逆兼業っていうかな、はい、だから今まあ、農政区とか農地で農業従事者の方がまだ全くないんじゃなくてね、あるにはある、その人たちを、町の人たちはまあ我々で応援するとした形が一番ベターじゃないかなと思って、だから家族が東京大阪に働きに出たから、あもうあと家族3人しかおれへんとか4人しかおれへんとか、だから減反とかね、まあ畑減らすとかね、まあいろいろいろな形でまあ縮小してきたわけやねんけど、そうしたらじゃその家族、せがれを担いましょう、僕たち、ね、頑張って毎週通おうからと、ね、お父さんその諦めんと、ね、もうちょっと増やしていこうよと、頑張っていこうよと、せっかくそこね、あれも田んぼでしょと、もと、あっちも畑でしょ、もとと、ね、そういうところを今一度耕してかかるっていうのを、町と田舎の合作でね、そういう農村部と町の人たちが、やっぱりね、こうそれは月曜日の人休みの人もあれば、日曜日休みの人もあるし、そういうような形のうまくローテーションを生かした、一人でやったらあかん、ね、一人でやるなと、うんね、ほんで、村と調和しろと、農家さんと一緒に
ね、まあ、取り組みを、はい、まあ、どん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 伸ばしていって、はい、そしたら販路が自動的に生まれるのよ、はいはいね、いやそれと僕持って帰りますよって、ほんなら軽トラで来るようにしますわとかね、あのそのうちね、あのトヨタの1トンで来ますわとかね、うん、ほんでそれで持ち帰って、ほんで下ろす先がまあできてくんじゃないのっていう、まあ JA さんがあってね、もちろん、はい、ああ頑張っておられるけど、その JA の扱いが及ばない地域、これたくさんあるのよ、生産性が低すぎて、うん、そんなもんもう扱ってられへんわみたいなところがあるのよ。昔は大量に作ってたんだけど人が減ったことでね、まあだからそういうね、限界集落と言われるようなところでもう農協の扱いがなくなってきたところ、そういうところを町のみんなで手分けしてね、応援してあげたら、もう一回田んぼ取り戻すとか畑ね増やせる、でそれでいて販路が自動的に町の人が助けに来るもんだから、ね、ほんなら僕町内会で言うてみるわって、ほんなお野菜こんなんやったら欲しいって言わはる人がこれだけあるとかね、まあそういうような形の中からね、まあそういう取引先と送り先っていうのが生まれていくんじゃないのって僕は考えていて、同時にねやっぱり販路がなかったら作っても死んでもらうからこれ。いや、そういうことなんですね。だからそこをね、僕は村の人と、ね、町の人がやっぱりもう一度今一度ね、有効的にね融合するっていうような形が一番理想的で、ほんなら村の人が先輩で、ね、どっちかやったらまあいろいろそういう指揮とか指導とかね言われるものをしていただいて教えてくれると、自動的に農家の学校みたいなイメージでみんな健全を取り戻そうとしてね、ほんで自分が食べるものに農薬ごぼう振りまきますかっていう話からもう町の人もしないよねっていうね、ほんならどこで何を買わなならんことが必然的に見えてきますよねって、理解できるよねってこういうことです。なるほど、はい、一緒にやれ、逆兼業ですね、はい、逆兼業や、なるほどなるほど、逆兼業だから村を救えと、うん、ね、まあ疎開とかいろいろね昔ね2017助けていただいたんやから恩返しせと、そろそろ、うん、この町が村を救う番ですよって、こんなイメージね、うん、僕はそんなふうに思います。わかりました、はい、ありがとうございます。お気に、はい、皆さんこんにちは、ハッピーライフオンラインサロンにようこそ。この度ですね、ハッピーライフコミュニティということで大変化をね、実は変貌しているわけでございます。これからですね、リアルなハッピーライフコミュニティとなっていくわけなんですけども、これからですね、ハッピーライフコミュニティの方ではたくさんの方がですね、幸せ基準にお金だとかとか人間関係、恋愛、家族、育児、こういったことに関してより自分らしく、より生き生きと、より笑顔で生きていけるためにですね、まず一つは冒険することで感動しようということですね。皆さん普段感動してます？感動が多分少ない。感動できる場を提供します。二つ目、学ぼう。学び成長することで、人はね、自分の成長欲、人間だけがね、生き物の中で成長欲っていうのを持ってるそうなんですね。昨日の自分よりも今日の自分、ちょっとでも成長したっていう時に、人は喜びとかを感じて安らいで寝れるわけです。ハッピーライフではこれも提供していこうということ。そして三つ目は仕事、貢献を通じて感謝ですね。世の中の人たちに感謝という言葉集めを通じて、たくさんのですね、貢献をしていこうというね、こういうテーマをベースに、1万人の1億円の年間売上が上げれるフリーランス、会社の経営者でもいいですよ、あるいは個人事業でも構わないんですけども、ハッピーライフに来た方々を物心両面において豊かにしようというのが、これからの新しいハッピーライフの試みでございます。ぜひですね、ただ見てるだけのウェブのコミュニティにせずに、ぜひ毎月これから行われていくイベントに、僕そして皆さんと同じ志で幸せ基準な経済的自由人を目指されている方に、ぜひね、会いに来てほしいなと思っております。こちらで待ってます。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、素晴らしい告知を皆さんにお届けしようかなということでね、副業を考えている方とか、まあ僕の動画見ながら感動したなといいな、こんな仕事やってみたいなという方募集しますということですね。今日はハッピーライフ動画編集スクールの募集となります。この辺ね、ちょっと簡単な概要出てると思いますけども、たった1ヶ月で現場レベルのプロの動画編集スキルが身につく、そんな学校をね、うちのハッピーライフで始めたわけでございます。できるだけね、たくさんの方にもっとたくさんハッピーライフの方々の動画も撮ってあげたいとってなってきたら、うちのスタッフだけではね、動画編集全然ね足らないですね。だからもっともっと要請しないといけないということを踏まえてですね、今日これ募集なんですね。生き流のビジネスと、そして人生に成功するためのマインドセット自身も、これやってる間にね、まあ僕と会う機会とか、うちのスタッフと会う機会もあるので身にもついていきます。同時にビジネスオーナーになるための必須スキルである営業、皆さんやったことある？まあ難しい、すごいハイレベルだけども、これもまあ自然に学べていくというか、初の仕事獲得までに、まあ月収100万円超えのスタッフが徹底サポート。今回脱サラして起業したいなという方ね、いろんなもんあってどれからやったらいいかわからん人いっぱいいると思うんですね。そんな方々はぜひですね、もし僕の動画で感動してたり、まあいろんな方の動画見られてる中で動画編集って
で儲かるらしいやって気づいた方もしおられるんやったらですね、ぜひね僕並びに僕の仲間たちの動画編集を手伝ってもらえるように動画編集スクールでですね自分が稼ぐ力をね磨きてほしいなと心から思っております。ぜひねこちらの世界に来てください。そっちでいつもねスマホの画面とかテレビパソコンの画面でね見てるだけだと思います。でもこの画像が皆さんに届くまでの間にスタッフがいててね編集長がいてて僕の原稿ができてその原稿に対しての僕の考察があって嘘を言うたらあかんから全部調べていろんなことがあってこの一本動画が出来上がるわけですよ。でぜひですねこっち側に来て一緒にですね今日はこれ東京のコンラッド桂離宮を見下ろすところですね今日もこれからみんなでですねオフ会を行うわけですけれどもぜひねここのオフ会に来れるように皆さんも編集スキル身につけてぜひ脱サラに向けて大きな一歩を踏み出すことをお勧めいたします。ということでそれでは皆さん今日の告知いかがこっちで待ってるよバイバイ。